魚類以外にオメガ3脂肪酸を多く含む食材。オメガ3の健康効果をすでに知っている方は多いでしょう。オメガ3は脂肪酸の中でも特別な栄養で、体内では生産されません。そのため、私たちは食べ物から摂取する必要があります。オメガ3を含むことで最も有名な食材は魚です。サーモンやイワシ、そしてマグロなどの脂の多い魚が挙げられます。しかし、何も魚だけがオメガ3を含むわけではありません。今回は、この素晴らしい脂肪酸を必要な分だけ賢く摂取できるよう、様々な食材を紹介したいと思います。オメガ3の持つ様々な機能。オメガ3脂肪酸は脳の機能や発達に関する重要な役割を持っています。そのため、この栄養素は学習プロセスでの働きにも関係していると言われています。実際に、これは胎児の時にオメガ3が不足した子の研究で確認されました。オメガ3の欠如を経験した子供たちは視力の問題や神経の合併症を患う傾向があるのです。この栄養素は心疾患の発症リスクを軽減する働きを持ちます。また、炎症を和らげる特性も持っています。慢性疾患の可能性を減少する効果も持っています。オメガ3の健康効果。コレステロールを調整する。まず、コレステロールには良い働きをする種類も存在します。これは心臓に良い影響を与えてくれるのです。例えば、多くの魚を摂取するエスキモーの人たちは血中のトリアシルグリセロール、脂肪、が低いのです。血圧を調整する。実際に、オメガ3脂肪酸と血圧低下に関係したオークリン症研究が存在します。しかし、どのような場合でも、オメガ3がその問題自体を解決するわけではなく、しっかりと医師と治療の相談をしてください。良い食生活はあくまでも症状の治療の助けになってくれるだけということを忘れないでください。オメガ3を含むその他の食材。リンシード。リンシードはオメガ3を多く含む食材です。100g のリンシードの中にはおよそ 20g のオメガ3が入っていると言われており、必要最低限の量でオメガ3を摂取することができます。チアシード。この食材もまたオメガ3を多く含んでおり、リンシードと同様に質量の 20% ほどオメガ3が入っています。また、チアシードを美味しく摂取するには、デザートなどに使用するのが良いでしょう。大豆。大豆は非常に特殊な豆科の食材で、私たちに多くの健康的な脂肪を与えてくれます。大豆には 100g ごとにおよそ 11g のオメガ3が含まれており、様々な料理に使用することができます。
クルミオイル。クルミオイルはサラダのドレッシングとして、またはデザートにも使うことのできる素晴らしい食材で、100g ごとに 10g のオメガ3が含まれています。また、クルミオイルは優れた抗炎症剤としても使用できる食材です。ピーナッツバター。ピーナッツバターは普通のバターより健康的と言われており、様々な方法で使用することができます。そのまま食べてもいいですし、他の食材と組み合わせても美味しく食べられます。100g のピーナッツバターには 10g のオメガ3が入っています。キャノーラオイル。これはキッチンでよく見られるオイルで、様々な料理に使われています。揚げ物やパンなどの生地にも最適で、100g あたり 9g のオメガ3を含んでいます。オリーブオイル。オリーブオイルはほとんどすべての食材とマッチします。揚げ物には適してませんが、それ以外の使用には欠かせません。正しく使用すると、様々な体の部位を助けてくれる食材です。キャビア。多くの家庭で消費される食材ではありませんが、キャビアも多くのオメガ3を含む食材の一つであることを覚えておきましょう。また、キャビアにはリンやナトリウムなどの栄養も含まれています。キャベツ。キャベツはサラダに欠かせない食材で、ビタミンやミネラルと同様に多くのオメガ3が含まれているのです。シアバター、カリテバター。これはアフリカにある好みから摂れる食材で、オメガ3を含む様々な脂肪酸が体に健康的な効果をもたらしてくれます。栄養士や専門家に聞いてみると、今回紹介したことよりさらに多くの情報や詳細が得られると思います。また、本当に大切なのは特定の食べ物に固執せず、様々な食材から栄養を摂取することです。多くの食材から栄養を摂取できるよう心がけてください。